ポケモン新シリーズもとうとう第一章終了ね。そうだな。リコトロイの冒険編は終了し、次からはテラパゴスの輝き編に突入するぜ。ということでリコトロイの冒険編の総括動画をやるぜ。お願いします。ということで始めていくぜ。リコトロイの冒険編とはポケットモンスター2023の副題であり、第一章だぜ。1話から25話までが該当し、リコトロイの始まりの物語が展開されるぜ。今までのサトシの冒険と違って今回はストーリーものであり、物語が連続しているぜ。第一章は主にリコの持ってるペンダントをめぐってリコたちライジングボルテッカーズと敵組織であるエクスプローラーズとの構想が描かれてるぜ。ライジングボルテッカーズが味方組織なのね。ライジングボルテッカーズはフリードが率いてる冒険家集団であり、彼らはリコの母親のルッカからリコの護衛を頼まれていたぜ。リコは石英学園に入学し、そこでニャオハをもらい、交流を深めるが、エクスプローラーズに襲われ、フリードたちに助けられるぜ。そして、彼らが所有してる飛行船であるブレイブアサギ号でペンダントをめぐって世界各地を冒険することになるぜ。1話はまさかのロイ未登場というね。ロイはその後に仲間に加入するぜ。ロイはイニシエのモンスターボールを所持しており、中身が黒いレッグーザだったぜ。黒いレッグーザはどこかに姿を消し、ロイはレッグーザに挑戦してゲットすることを目標とすることになるぜ。イニシエのモンスターボールは一つではなく、全部で6つあるらしく、第一章のうちにリコとロイはオリーバ、ガラルファイアーを従えたぜ。この6体のポケモンを6英雄というぜ。この6英雄が自称の大きな鍵になるみたいね。最終的にリコのペンダントはテラパゴスに変化し、リコと共に旅をすることになるぜ。ということでここからは良かった点を話していくぜ。お願いします。一つ目に良かった点は先が読めず、ワクワクさせるストーリー展開だぜ。今までのアニポケは良くも悪くもサトシがリーグやチャンピオンシップに挑戦することがワンパターン化しており、先の展開が知れてたぜ。だが、今回はリコとロイが伝説のポケモンを絡めて各地で冒険していくので良くも悪くも先が読めないぜ。それでいて伝説のポケモンを絡めた話が多いのでワクワクする展開が多いぜ。確かに今まで以上に伝説のポケモンが絡んでるわね。てかアニポケスタッフ的にもサトシが主人公のせいで物語の展開がかなり制限されていて窮屈していたことが伺えるぜ。今回のアニポケは2019年版よりも生き生きしてる感じがしたぜ。リコとロイの伝説のポケモンをめぐる冒険、先の読めない話を展開することはサトシのアニポケではできない展開だったと思うぜ。まあ、これぐらい新しくしないとサトシ降板の意味がないので当然だがな。サトシ降板で一時はどうなるかと思ったけど、思ったより全然いいわよね。二つ目に良かった点はリコの目標を見つけるまでの過程が丁寧に書かれていたぜ。リコは初期の頃は目標が見つからず、何かを見つけるために石英学園に通うことを選んだぜ。そして、ニャオハやロイをはじめとしたライジングボルテッカーズとの旅を経て、戦うだけでなく、ポケモンの気持ちを知って思いやれるポケモントレーナーを目指すことに決めたぜ。アバウトではあるが、目標を見つけるまでの過程が丁寧に描かれていたぜ。リコとロイの旅立ちはリコが目標を見つけるのが主題だったみたいなところがあるし、そこをちゃんと欠けてたのは良かったと思うわ。また、リコの内面がよく描かれていたぜ。リコの真の強さ、ポケモンに対する優しさ、その反面、相手を気遣うばかりに本気を出せない弱さも描かれていたぜ。そして、リコが己の弱い部分を自覚し、進んでいくという話もよくできていたと思うぜ。リコはサトシ、光、ゴーとは違い、引っ込み思案で今までのアニポケにはないタイプの主人公であり、その部分をうまく活かせてると思ったぜ。まあ、今までのアニポケ主人公と違うから戸惑う人もいたでしょうけどね。三つ目に良かった点はちゃんとポケモン一体一体にスポットを当ててることだぜ。アニポケ2019年版はポケモンの扱いが相当お粗末になってたが、今回のアニポケは新ポケモンをピックアップしつつ、ちゃんと過去ポケモンも掘り下げてたぜ。個人的にロイのホゲータ、カイデンの話は面白く描かれてたと思うぜ。今作のアニポケはポケモンバトルよりもポケモンとの交流が深く描かれてるのが特徴だぜ。バトルはあまり重視されてないわよね。だが、バトルの作画そのものはいいぜ。オリーバ、ガラルファイアーといった6英雄戦でもただバトルで屈服させるのではなく、バトルをコミュニケーションの一環として行ってるのが大きな特徴だぜ。要するにバトルはするが、勝敗がそこまで重要でない場合が多く、バトルを通じて心を通わせて従えてるパターンが多かったぜ。サトシがポケモンバトルで相手を倒すことが多かったので差別化したかったのかもな。いずれにしても前作ではおろそかになってたポケモンの扱いは今のところはちゃんとできてるわね。四つ目に良かった点は個性豊かなキャラクターたちだな。リコ、ロイをはじめ、フリード、オリオ、マードック、モリー、ランドーは個性豊かでそれぞれに一定の活躍があったぜ。また、動画配信者のグルミンことドットもなかなか個性的なキャラだぜ。まあ、
本的にリコ、ロイ、フリードの活躍が多かったがな。ドットはこれからどんどん出番が増えていくような描写があるぜ。リコ、ロイ、ドットの3人が一番安定感あるわよね。そうだな。公式もリコ、ロイ、フリード、ドットの4人を主要メンバーとしてる節があり、他のライジングボルテッカーズのメンバーは脇役と言っていいぜ。敵キャラのエクスプローラーズも個性的なメンバーが多く、アメジオは序盤の強敵として存在感を放っていたぜ。幹部も粒揃いで頭脳派の卑劣感のスピネル、メスが貴族性持ちのサンゴなどは特に印象に残りやすいぜ。特にサンゴはコアなファンから人気を獲得してるぜ。オニキスとアゲイドのことも忘れないであげてください。エクスプローラーズは謎が多く、得体の知れない秘密結社として描かれていたぜ。前までのシリーズの敵組織であるロケット団は武蔵、小次郎、ニャースの3人が3枚目で憎めないキャラだったのでどこか身内のような雰囲気があったぜ。だが、エクスプローラーズはちゃんと悪役として描かれており、少年漫画の悪の組織ばりの不気味さや得体の知れなさがあるのが特徴だぜ。エクスプローラーズはかなり不気味な雰囲気があるわよね。未だに多くの謎があるものの、ワクワクするストーリー展開、個性的なキャラクターたち、ポケモンたちの活躍もあり、個人的に今のポケモンはなかなか面白いと感じたぜ。前作の新無印がひどすぎたこともあって今回のアニポケはかなりハードルが下がってたので余計に面白く感じたというのもあるかもしれんな。今の段階でも新無印の100倍面白いわよね。ということでここからは問題点を話していくぜ。お願いします。最大の問題点はロイの存在意義だぜ。ぶっちゃけ、今回のリコロイの冒険はリコが主人公として活躍しており、ロイはリコの引き立て役にしかなってないぜ。リコの物語が丁寧に欠けてる一方でロイの扱いが相当悪いぜ。実はロイはバトルでの扱いも非常に悪く、25話までで怠慢で勝利した描写がないぜ。リコはポケモンバトルで勝利することがそれなりにあるのにロイは基本的にかませかリコの引き立て役で、活躍するときは基本的にリコのアシストぐらいだぜ。今のところ、ロイはリコの腰巾着とかしてるぜ。ロイ本当に活躍しないわよね。ただ、ロイの性格は決して悪くないぜ。むしろロイは素直で心優しい性格で、前作のゴーのような不快感はないぜ。ロイの立ち位置がゴーと同じなので不安に感じた人もいるだろうが、そこは問題ないぜ。さすがに制作陣もゴーの失敗を反省してることが伺えるぜ。だが、ロイはさっきも言ったがマジでリコの腰巾着のような立ち位置で、性格に癖が少ない分没個性気味になってしまってるぜ。ゴーの失敗を反省してることはわかるんだけど、今度は逆に活躍しなさすぎるせいで没個性気味になってるというジレンマに悩まされてるわけね。キャラの個性だけで言うとフリードやドットの方が目立っており、ロイが本当にもう一人の主人公なのかと言いたくなるぜ。しかもイニシエのモンスターボールもリコが使用してることが多い上に自称でもリコがイニシエのモンスターボールを持ち歩くことが確定してるのでますますロイの存在する意味がないぜ。はっきり言ってしまえば今のロイはぶっちゃけいらないぜ。いてもいなくてもどっちでもいいキャラというのはゴーと同じ失敗をしてしまってるぜ。ダブル主人公にせずにリコ単体で主人公にすればよかった気がするわ。まあ、ロイも後で活躍するのかもしれないけど、二つ目の問題点は敵がいきなり強すぎだぜ。敵の幹部格が強すぎる上に基本的にボスポケモンが伝説のポケモンだったり、特殊個体だったりでこれまた強すぎるせいでリコとロイはバトル面ではほとんど活躍できず、フリードに活躍が集中しまくってるぜ。フリードのピカチュウことキャップとリザードンがバトルでの活躍が主で基本的にライジングボルテッカーズはフリード任せなんだぜ。これのせいでフリードがいない時はエクスプローラーズにリコとロイは負けるか、中断されて決着がつかない場合が多く、すっきりしない結末が多いぜ。爽快感のある書き方をほとんどしてないわよね。それでもリコの場合は事態を打開させる案を思いついたり、敵を倒してる描写もあり、精神的に成長してるのでリコはまだ主人公としての立ち位置を保ててるぜ。だが、ロイにはそれがほとんどなく、ドットやフリードに完全に食われてしまってるぜ。まあ、リコもロイもこれからどんどん強くなってエクスプローラーズと渡り合えるだけの力を身につける可能性が高いが、序盤でこの爽快感のなさは無視できない問題点と言えるぜ。まあ、長期放送するからリコとロイの成長をゆっくり書く必要があるから仕方ないところがあるけどね。三つ目の問題点は二つ目の問題点に付随するが、まともに戦えるのがフリードだけなのでちゃんとしたバトルがフリードのキャップとリザードンのバトルぐらいしかないぜ。リコとロイ、ドットはまだまだ未熟なのでまともなポケモンバトルができる状態ではないので必然的にフリードがちゃんとしたバトルをすることになるぜ。特にフリードとアメジオのバトルはめちゃくちゃ多く、ややワンパターンだったぜ。フリードとアメジオ何回戦うねんってなったわ。しかもフリードとアメジオのバトルは中断されてばっかりで決着がなかなかつかなかったぜ。
25話でようやくフリードが勝利する形で決着がついたぜ。てかキャップが活躍したり、キャップ単体の話が放送されたり、バトルでも無双しまくりでせっかくシリーズを変えたのにまたピカチュウゴリ押しかよってなったぜ。まあ、序盤だからピカチュウに活躍が集中してしまった面が大きいと思われ、これに関しては後々マシになってくると思うがな。まあ、最初はどうしてもリコ、ロイが未熟だからフリードやキャップの活躍が集中するのは仕方ないわね。四つ目の問題点は放送休止が多めだぜ。今までのアニポケは放送休止がほとんどなかったぜ。だが、新無印の後半から放送休止や総集編が乱発したぜ。おそらく、制作状況がかなり大変であることが伺えるぜ。だが、これのせいで前までの話がわからなくなったりするし、勢いも落ちてしまうのでちょっとモヤモヤするぜ。今後も放送休止は定期的にあるのかもな。まあ、こればっかりは仕方ないわね。ここからはまとめに入るぜ。お願いします。良かった点は先の読めないストーリー、リコの物語が丁寧に描かれてる、ポケモンの活躍がちゃんと描かれてる、個性豊かなキャラたちだな。悪い点はロイの没個性、敵が強すぎるせいで主人公サイドが負けまくってスッキリしない、バトルではフリードに活躍が集中しすぎ、放送休止多めだな。サトシの物語が終わって先行きが不安だったが、個人的には結構面白いんじゃないかと思うぜ。思ったよりも全然やれてるわよね。ただ、やはり荒削りな部分が多いのは事実だし、ロイが埋もれてしまってるのでダブル主人公の良さを生かしきれてないのは相変わらずだぜ。ただ、ロイの活躍が増える可能性はあるし、リコたちはこれからどんどん強くなるだろうし、今後に期待だな。点数で言えば個人的に80点くらいの面白さはあると思うぜ。期待してない人もいるかもしれないが、今のところ、リコロイのアニポケは面白いなと思ったぜ。サトシとは違う物語を楽しみたいって人は見て損はないわよね。まとめるとサトシの物語が終わって先行きがやや不安な状態で始まったアニポケの新シリーズだが、期待を上回る面白さはあると言えるぜ。良くも悪くも今までのアニポケとは異なっており、今までのアニポケと違う物語を見たい人にはぜひおすすめだぜ。そうね。ということでこれでリコとロイの旅立ち編の総評を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。